去年はシーズン終了直後の秋のキャンプが中止となったため、1年ぶりとなる阪神タイガースのキャンプ。練習開始前には歓迎セレモニーが行われ、平田克夫二軍監督らに激励品が手渡されました。今日2月1日といえばプロ野球のキャンプインです。ここ高知でも阪神タイガースの2軍が始動しました。ただ今年は新型コロナウイルスの影響で、ご覧のように無観客の中でのキャンプインとなりました。当初は球場の一部を開放する予定でしたが、感染拡大の状況などを踏まえて当面は無観客となりました。キャンプには昨シーズン一軍の試合に出場した熊谷隆弘選手や江越大賀選手をはじめ、ドラフト7位で指名された高寺望選手ら新人を含む選手32人が参加しています。キャンプ初日ですが、投手陣はルーキーからベテランまで続々とブルペン入りし、一軍昇格へ向けヒートアップしています。15年目のシーズンを迎えた37歳の岩田稔投手。阪神一筋の生え抜きとしては現役最年長の投手です。先月新型コロナウイルスの感染が確認されたため、2週間前にトレーニングを再開したばかりですが、ブランクを感じさせない力強い球を投げていました。ドラフト5位で指名を受けたルーキー東洋大学の村上頌樹投手は、キャッチャーやコーチのアドバイスを受けながらキャンプのスタートを切っていました。一軍へ上がって、活躍をしていただきたいというのが一番のやっぱ思いでございます。この、秋球場から育っていった選手が、何人もおりますので、ぜひ、早く一軍へ上がってほしい。阪神二軍のキャンプは来月1日まで行われ、今月6日からは高知市の春野球場で埼玉西武ライオンズの B 班もキャンプを行います。